今日は壁、そして自重を使って、まあ、主にお尻、下半身中心に鍛えていきます。もちろん、腹筋や背筋などの、体幹部分も同時に鍛えることができるので、ぜひ見ながら一緒にやってみてください。まず最初は壁に足をついて、お尻、そしてハムストリングスでブリッジを作っていきます。インターバルは30秒から45秒でやっていきます。足で押して体が逃げていかないように注意してください。足と手でしっかりずれないようにキープして、お尻を高く上げていきます。押すんじゃなくて足をお尻に引きつけるように力を入れていきます。15レップで2から3セットずつ行っていきます。楽々行える人は片足ずつやってみましょう。次は壁に片足をついてのウォールブルガリアンスクワット。これは台になるようなベンチとかがなくても、壁さえあれば、行うことができるのでおすすめです。
シューズが滑る場合は裸足の方がやりやすいです。次はウォールプランクの体勢から、片膝を引きつけて上に上げていきます。
ラスト、最後はボールチェアをワンレッグで20秒から30秒キープ